はい、浄土教養ていうと。 あのー、まあ鎌倉時代でいうと浄土宗とか浄土真宗とかあの生阿弥陀仏と唱えたら極楽浄土行けるよみたいな感じの考え方のもっと最初の原始的な考え方が浄土教だったんですよこれがめちゃめちゃ流行ってたんですよ信仰してたんですね。で生阿弥陀仏と唱えたら極楽、あのーまあ、浄土行って極楽浄土行ったら悟りが開けるよっていう仏教ゴールになれますよっていうふうな考え方の宗教が浄土教なんですね。これが流行ってたとこれなんで流行ってたのかというのにも理由があって、えー、当時マップ 末法思想っていうのが、ねえー、流行ってたんですよ末法も、えー、これ何なのかっていうと、まあ、言うたらお釈迦さんが、えー、悟りを開いて仏教というのを作りましたよっていうのが言うたらこの仏教の中では一番教えの効力がある時期というふうに考えるんですね。 でそっからお釈迦さんが亡くなってからしばらくはそのお釈迦さんの効力はあるんですけどもある時からだんだんその効力が薄まってって最終的には末法の世になったら誰も悟りを開けなくなって、えー、誰も救われませんよ誰も言うことになりませんよみたいな考え方が、えー、末法の世ということになってこの末法の世がスタートするのが、えー、1052年というふうに考えられてたんですよ日本では。えマジでというその1052年末法スタートだが1052年以降は誰も悟れないから、えー、みんな幸せになりません ババイバイみたいな感じの空気感が世の中に広まってて「いやいやマジかよ!」みたいなノスストラダムスの代表現みたたいななパニックになってたんですよしかもその「末法がどれだけ続くかっていうと「万年続くらしいんですよマジかよ嫌すぎるやろ」みたいな感じでねだから今2022年ですけども今は「法時代でございます誰も悟りを開いてないとそんな感じで末法のようになると誰も悟りを開けないですよっていう空気がなって広がって何とかでも自分たちは救われたいって思うようになって。 でそうなってどうしたらいいんだっていう時に浄土教やったら、えー、南無阿弥陀仏を唱えたら極楽浄土に行けて、えー、こうね阿弥陀さんのところで、えー、自分も仏になれますよという考え方が広まったのでおほんなら俺浄土教をなんとかこうやりたいみたいな感じであの貴族とか盛り上がっていって、えー、浄土教が広まるようになったと。で当時の え、浄土教を広めてたお坊さんというのにも、えー、空也さんっていうのとか、源信さんっていう人が出てきて、浄土教というのはすごいフィーバーをするような形になったんですね。で さらに言うとこの当時の考え方で、えー、お寺をたくさん作ったり仏像をたくさん作ったりすると、えー、いいことポイントがめっちゃ溜まるという風うな考え方やったんですよだから作れば作るほどポイントが溜まって、えー、極楽浄土にも行けるし極楽浄土のええところに行けるなんか上級席みたいなところに行けるみたいな考え方がなぜ、えー、かあったんですよだからもうな,なんかすごい浅はかやなと思うんですけどまあそういうもんらしいですよで 貴族たちはお金を持ってるからどんどん本をぶっんんなのでこの時代っていうのは阿弥陀如来の大量生産がめちゃめちゃ行われたりまあ別に阿弥陀さんだけじゃなくて他の仏像とかもとにかく量を作っていいことポイントたくさん貯めて極楽浄土ええところに行こうぜみたいな感じの動きになっていくので平安時代後期っていうのはめちゃめちゃそういうふうな大量時代になっていくとこういうふうな特色があったんですね。